皮残す。あ、ほら写真撮ってくれてるから、はい、はい、そうそう、はい、すごいね、あとお客さんのおもぎらで、はい、そうそう、ありがとうございます。ちょっと太鼓叩いてお知らせしますので、よかったら今のうちにたくさん撮っといてあげてください。まあ、集まらなくても頑張っていきますんでね。よし、さあどうでしょうか。ちょうど今から10分ほどの猿橋公演スタートしていきます。お時間ある方ぜひぜひお近くへお越しください。おいしょよいしょ。よかった、いいタイミングですよ。よかった、10分ほどお付き合いください。よかった、前の方座ってください。席開けときました、ね。茶色じゃなくて大丈夫ですか。もしね、あの前に人が座った場合ちょっと見えづらくなってしまうと思いますので、できるだけ前の方がいいですから。あら、続々とありがとうございます。もうほぼほぼ席空いてますからね。あ、何回もすいません、前の方よかったら来ておいてくださいね。あの見えづらくなってしまうと思いますので。あら、続々とありがとうございます。あ、そうだそうだ、席動かしていただいても大丈夫ですので、もう見やすいところでお願いいたします。もうほぼ満席よ。よかったね、ナス食べてる場合ちゃうからね。ちゃんと皮残、あれ皮残してる、しっかり食べてるやん。下手だけ残してるな今な。これ結構知られてないんですけど、お猿さん頬袋あるんですよ、リスとかと一緒で。ここにね、ご飯食べ、今ここにナス入って見せてあげて、ほら、アピールせねえか。よかった、いっぱい食べたね。よし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 、すいません、もう皮ちょうだい、皮ちょうだい、ポイポイってしないの、本当にそんなことしないの。え、すいませんでした。よし、じゃあそろそろ頑張りましょうか。行こうか、頑張ろうか。階段降りてもらっていいですか。今ちょっとナスに夢中なんですけど、なんとなく伝わると思う。ワンちゃんに、かっこいいとこ見せよ、ワンちゃんにも。行こうよ。なんとなくお気づきの方いらっしゃると思うんですけど、ちょっとだけやる気ないんです。一個だけ言い訳させてください。実質あの3年ぶりに外で頑張るお猿さんでして、ずっと引きこもりしてまして、多分ね僕に似たんだと思うんですけど、非常にメンタルが弱いんですよ。な、でもね、もう一個僕に似てる部分があって、あの皆さんのリアクション大好きなんですね。一回だけちょっと拍手もらっていいですか。あ、そう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 、すいません、面倒くさいされてありがとうございます。よしよしよし、お猿さん賢いって聞くと思うんですけど、どれぐらい賢いかっていうと、あのすごい可愛い頑張れ、こういう簡単な言葉伝わりますんで。そうなんです、あの前向いて、うん、アピールせんでいいから、こんなのも伝わりますんで、もう、そう、もうたくさんね褒めてあげてください。ちなみにちょっとありがとうございます。ありがとう。じゃあちょっとあの一つだけいいですか。名前ですか。僕レノって言います、ね。この子マモルくんって言います。マモルくん5歳の男の子でございまして。ちなみになんですけど、今皆様の拍手のおかげで技が一つ始まったんですけど、今やってる芸わかるよという方いらっしゃいますか。もう一切ここから静かに見ていただく必要ございませんので、これじゃないかなみたいな予想でも大丈夫なんですけど。お、分かる、何してると思う。ちょっと近く行くわ、ほらこっちおいで、聞きに行こう。はい、こっちこっち。はい、何してるでしょうか。あ、挨拶的な。あ、それも半分正解。あの、どの状態で挨拶してるかっていうのが重要なんですよ。伝わりますかね。あ、そうなんです。あの立つという芸でございます。これ二足歩行なんですけど、いや本当に ありがとうございます。立つだけで半年かかるんですよ。めっちゃ今普段の姿見てください。猿に戻っていいよ、ほらこんな感じなんですよ。野生の猿、動物園の猿、こんな言ってもゲー猿ですから、すっと立ち上がれるわけでございます。意外とすごいんだよ、ちょっと覚えていただいて。よし、あんまこういうこと言ったら失礼かもしれないですけど、今日リアクションくれそうなお客さんなんで、張り切って頑張りたいと思います。まもる君が皆様の心一つにしていただいて、いきますね。普段4足のお猿さんでございます。そのお猿さんが2本の足で立ったまま、はい、めっちゃ拍手してて、反対からも一緒に
増やして3ついきましょうか。はい、数は3倍、内田も3倍、河合さんも3倍。よいしょ、よいしょ、背筋伸びきったまま飛んでるね。よしよしよし、じゃあもうちょっと頑張りますね。はい、行きましょう。幅がなくなってもよいしょ、いいんじゃない、絶好調やね。特別対策です。もう一個だけいきますんで、ありがとうございます。決まったら褒めてあげてください。タンガさん、はい、よいしょ、はい、できた時ははい、褒めてあげてください。よしよしよし、もうね、なんとなくルールご理解いただけたと思いますんで、もっともっと楽しんでいただけるように、ここから2つの芸ご覧いただくんですが、その前に改めて自己紹介だけ、はい、前向いて、そうです。ではでは、改めまして今日は5歳の男の子、まもるくんが頑張ります。そして私、トレーナーのレノと申します。2人の子、あ、レノでございます、本名でございまして。そうなんですよ、なんで笑うんですか。よく名前だけはかっこいいねなんて言われる。ここは笑ってもらっていいですか。すみませんでした。2人のコンビ名がありまして、2人合わせててんやわんやでお付き合いいただきますんで、それでは大変長らくお待たせしました、最後までの拍手でのお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。いい挨拶やね、ありがとう。もうほぼ土下座でございます。よろしくお願いします。あ、もういいんじゃないかな。はい、戻ってきてください。さあ、今日ですね、偉いね、大きな階段使った大技ご覧いただくんですけど、その前に一つ、まずはかっこいい技で盛り上がっていただければなと思います。あら、なんと続々とお客さん増えていただいて、よかったら、ね、目の前に隙間ある方、ぐぐっと前の方詰めていただいてよろしいでしょうか。皆様の拍手応援できるだけまもるくんに聞かせてあげたいんで、ご協力お願いします。どこまで話したっけ。よし、じゃあまず、はい、高跳びご覧いただきましょう。はい、ありがとうございます。でもまもるくん飛ぶだけではございませんので、飛んだ後も見といて。さあ、行きます。はい、着地ご注目。どうでしょうか。ありがとうございます。この受け身に時間かけてきたんですよ。行きましょう。もちろん反対からも。はい。神がね。そう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 。回り方も上手だね。ちょっと調子いいんじゃない？もうどんどん行くよ。高さ変えて2段目。さあ、もちろんここまで高さが上がっても。はい。神ですね。はい、戻ってきて。やめて。アピール戦でいいよ。まだよ。さあ、それではですね、もう絶好調でこれだけ応援もいただいてるわけですから、もっともっと盛り上がって楽しんでいただけるように、次は一気に高さ上げたいと思いますので、お付き合いください。続いて、まもるくんが頑張る高さは、こちらでございます。素敵なリアクションありがとうございます。非常にやりやすいです。行こうかな。もうなんとなくね、これだけ一緒にいるとちょっと分かってくるんですけど、これやる気のない時の立ち止まりじゃないんですよ。いけるか。じゃあ頑張るぞ。あの、皆さんの応援で本当にやる気出るタイプなんで、 ありがとうございます。あ、すみません、もう本当にありがとうございます。わかりました、もう、いや、わかった、じゃあ頑張ろうか。いつもならこの高さなんですけど、せっかくなんでもう一段階高さ上げましょうか。そしたらもっともっと驚いていただけますか。本当ですか。わかりました。じゃあいきます。お付き合いください。守君が頑張る高さは、こちらでございます。あ、ごめんな、そんなこと言わといて。どこが変わったんって言われて。冗談やで。受けるかなと思って、ちょっと真面目にいきますから、もっともっと楽しんで盛り上がっていただきたいですからね。全力でいきますよ。そういうリアクション待ってました。お待たせしました、ここいきますんで。もちろんバー落としも失敗、前転ができなくても失敗、さらに難しいのが着地点の幅が広がったところでございます。決まったら褒めてあげてください。笑顔しっかり上手をつけて、笑顔、ほんまにここ頼むぜ。やればできる、サリしっかり頑張りや。今何時でしたっけ、ちょっとごめんなさい、何時でした。12時14分、12時過ぎた頃からね、ちょっとずつ集中力が切れかかってくるんです。お昼ご飯の時間ですから、映画これ決まったらフルーツ食べよう。守る、そうやな、
行きます。高飛び一番高いところ。おめでとうございます。いけるやん。褒めてあげてください。偉すぎるね。よく頑張りました。そう。いや、しかもいいです。はい、どうぞ。お疲れ様でございます。正直言うと失敗すると思ってたんですけど、ちょっとバッチリ頑張って、もう本当に絶好調なんで、もうこのまま行きたいと思います。一番見ていただきたい最後の大技に移りましょう。ちょっとごめんな、座ってもらって悪いんやけど、こっち来てくれるかい。ありがとう。あ、いいじゃね。よし、本当に完璧。その前で、さあ、お待たせしました。今からご覧いただくのがですね、一番見ていただきたいこちら、発想飛び。猿回しでも一番難しい技になるんですが、皆様にご覧いただくために時間をかけて練習してまいりました。今の守君だったらバッチリ決めてくれると思いますので、どうか引き続きの応援のほどよろしくお願いいたします。そしてちょっともう一つカッコつけていこうか。余談なんですけど、もしかしたら聞いたことあるかもしれません。今見ていただいている猿回し、見るだけで縁起のいい縁起物と、そうなんです、言われておりまして、ちゃんと技の一つ一つに思いが込められております。これが見ていただきたい理由なんですが、この技、願掛けの技になっておりますので、どうかですね、素敵なご利益までお持ち帰りいただきたい。お兄ちゃん、お姉ちゃん、ちょっと難しいよな。お願い事が叶いますようにって技です。応援してあげてね。行こうか。そうです、いい集中や。お待たせしました、発想飛び、ご覧ください。お願いします。まずはルール確認です。いきましょう。この技も着地ご注目。はっ、逆らしてございます。よし、そうやね、いい終了ですか。いきましょう。もちろん反対からも。はっ、そう、それかい。そのまま上まで頑張る。まだまだまだ。よし、褒めてあげてください。成功者、本当に何度も言います。素敵な応援いただいてますので、やはりここでも中途半端なことはいたしません。願掛けの技でもございます。次でラストジャンプ、全力でいきます。5歳のモール君が最後に頑張るな、頼むで。大丈夫、気持ちで負けるな。ありがとうございます。全力でいきます。条件は変えません。飛び越えた後は逆立ち着地で成功ですから、一瞬でも足がついたら失敗です。どうか着地の瞬間まで、最後までの厳しいチェックのほどよろしくお願いいたします。さあ、ただですね、ごめんなさい、この距離挑戦する前に少しだけお時間をください。大切なお話がございます。大事なとこへ立っとこうかな。もう本当に見ていただいたら分かると思います。まだまだですね、やっぱりこう外の環境に慣れてないお猿さんでして、緊張感に欠ける部分だったり、ちょっとメンタルが弱い部分はあるんですが、それでもまだここまで諦めずにしっかりと頑張ってくれてます。なぜこういうふうにお猿さんが頑張れるのかと言いますと、やはり足を止めて見ていただいている皆様の拍手、応援、お付き合いのおかげでございます。まずは皆様、ここまでの応援、本当にありがとうございます。ありがとうございます。伝わったんじゃないかな。はい、分かったか。さあ、そしてですね、今ご覧いただいているこの日本の伝統芸能猿回し、実は皆様からの拍手応援の他にですね、もう一つ欠かせない大切なもののお力のおかげで僕たち頑張ることができております。なんとなくお察しいただいたと思います。すいません、皆様からのご理解のあるご祝儀のお力、こちらによって頑張ることができております。ただもうここから長々と語るつもりはございません。今日ですね、少し大きめの籠を準備してまいりました。ただもちろん決まったらでございます。決まりました。皆様の前に置かせていただきますので、その際に
今日のまもるくんの頑張りに対する評価、ぜひよろしくお願いいたします。これ最後です。本当にもしもなんですけど、お今日のショー見てまもるくんかっこよかったねと、よく頑張りました、これからも頑張ってね、そんな風に感じていただける方がいらっしゃいましたら、皆様のその優しいお気持ちはぜひ四角い紙のタイプに書いていただきますと、今後の励みになります。よろしくお願いします。失礼しました。ただもちろん決まってからの評価ですから、ええか、ほんまに頼むぞ。いいね、いい集中やったで。座ってる時ね、だいたいやんちゃなことしてるんですけど、ええか、そうやそうやそうや、ええか、お願いします。ビシッと決めようか、ここまでいい、ええか、気持ちで負けるな、やればできる子や。お待たせしました。改めまして、この技の成功条件、逆立ち着地でございます。一瞬でも足がついたら失敗。何度も言います、メンタルの弱いところあるんですが、やるときはやるさるですから、皆様もどうか必ず届くと、そう信じてご覧ください。いいか、もういいか、立て直していこうか。集中してよ。お待たせしました、参ります、いきましょう、最後。それでは最後しっかりとご挨拶させてください。コンビてんやわやでお付き合いいただきました。最後までのお付き合いありがとうございました。そう完璧です。皆さん本当に最後までのお付き合い、たくさんのお拍手ありがとうございました。それではですね、お約束通りにはなりますが、カゴを準備させていただきます。おかげのまもるくんの頑張りに対する評価、よろしくお願いいたします。本当に偉かった。よし、あ、大丈夫ですよ、順番に行きましょう。じゅんさんギリギリまで大丈夫です。赤いとこ困りますよ。あ、そんな感じで、カメラ置いて、あっち向いて、あっち向いて、手あげてくれて、ポーズ、イエイ。盛り上げていただいて助かりました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ビシッと。さあ、お待たせ、じゅんさんギリギリまで大丈夫ですね。このようにして、